皆さんこんにちは、志村中央人やっておりますポジャです。この2人呼ぶってことは、はい、今日はチャレンジです。チャレンジ、はい、何にですか？あのトラウマにトラウマにあのトラウマあのトラウマトラウマで言うと、はい、2つぐらいはちょっと思い浮かびますね。2つ、はい、まあ強いトラウマで言うとね、うん、しかもまあ同時に来たトラウマ。ああ。そう、同じ回だったね、はい、そう、臭かった。あれは社長からちょっとあの怒りのメールが来てるからお前、シュートフを家置いて帰ったなみたいな。お前、よくそうあれ、お前が隠したいな、おい引っ越し時にそう、引っ越し時にさ、存在忘れて二人とも存在忘れておいてで、もう一個は、もうあれですよ、18歳チキン。そうです。はい、あれも唯一みたいですね。うん、そうですね、もえもえさんすら理由提案したいですよ。はい、だから、やっぱあの時いきなりレベルマックスじゃん。そうね、18禁の中でもマックスのやつだったね。そう、うん、なのでちょっと段階踏めばいけるんちゃうと思って、ほうほうほう、たまたま視聴者から、うん、やじゃん、お甘口のやつが来てます。甘口の18禁の中では、甘口なんてあるよね。そう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 、いや、なんか辛いって書いてあるんですけどね。元祖かな、多分。そう、元祖18禁から18禁って言ったらこれみんな思い浮かぶんだから。うん、前回のやつはちょっとあの異例なんですよ。確かにね。で、なぜ今日2人呼んだっていうことは、はい、食べないつもりです、僕は。え、そうです。おかしくないですか？なんかじゃあなぜコップ3つあるんですか？あ、いや、牛乳飲みたいだけです牛乳甘いねまあ、まあ、みんな、ね、見た通り、あのその動画ね、はいはい、俺が病気になったんで、口内まだ治ってないんですよ口内治ってないままで、1週間出張して、もう喋りっぱなしで、はい、プラス、はい、あの寝る時、ふつぱんあの、に、え？あの、2夜連続2夜連続、あの、舌噛んじゃったのだから、口内今1、2、3なんだよ。さっき辛くないもの食ってもね、ちょっとあの、くれるだけで、はいはいはい、黙っちゃうから。まあ確かに、もうそれに関してはちょっとまあしょうがない。そう、あともうあのこっちもちょっと年は年だし、もうあの体もこれ以上もう腫れるかどうかちょっと僕も心配なんですよ引退時代これそうあ、ここで見極めですか、引退の。そう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 、これいけるんならまだいける。そうそうそう、で、あの念のためちょっとあの弟子みたいな一応見習い、はい、どうして、はい、二人とも根性あるからね。確かに。そうそう、中国で一番根性ある女性と中国で一番根性ない男だから、はい、そう今日俺はもうあの見守るしかできないです。じゃあそこはもう、はい、じゃあ牛乳とかのフォローは。そう、あの牛乳と卵とわさびもあの用意してあるんで。わさび、わさび、あと卵と2つ気になったね。なんで卵は1個食べてあるんですか？あ、今朝の朝ごはんです肉めっちゃある。これは喜ぶ。これはこれはじゃあポーちゃん。いやいや、あの肉は嬉しいけど、あの、うん、でも意外とそこまでじゃないよね。うん、そう、多分割と、いや、これはいけるよ、多分。なんか変な、そこまで言うのなら、ぜひ。いや、あの、今日からダイエットと、あの、コーナーこの肉いくわ。はい、どうぞ。まあ、でもね、あの、甘口だから。そうそうそう、甘いよ。いきます。はい、いった。おお、あえ、え、え、そんなに。あ、そのティッシュ痛い。もうこれ前回の18禁カレーと同じリアクションだぞ、これ。あ、これ、これマジやばいよ。マジだべしてる。なんか緊張してきたんだけど。あ、そっちか。なんでこいつ牛乳より先にティッシュ取りに行ってんねんって言おうと思ったら、そのレベルか。なんでさ、2人が食べる前に俺ら多分お前も同じことするからこれあの、ごめん、あのやばい、やばい、あと、多いて、肉の量が一口。いや、肉だからそんな痛ぇ一瞬、うまと思って、うん、やっぱ無理。噛めば噛むほど、あの、あれが出る。噛んでないでしょ。いや、噛んだ噛んでないよ、その噛めば噛むほどのところまで行ってない。一口いきます。頑張れ。お、お、いや、前回の18禁カレーよりは弱いよ。いや、そう、弱いよ、弱いよ。でも飲み込めないよ、俺。2口目。え、本気で言ってる？え、
それ死ぬよ。ん？え？すごい。え？どうした？レベル、高くなってないです。ムーミさんが実力が、うん、成長してるのか、ポーちゃんがゴムとか言ってんよ、だっていや、濃いよ、更新量めちゃくちゃ濃いけど、うん、ちょっとそう、スファン先生もね、口の方がなんか怖いんだけど、うん、そんなちょっと差がありすぎる感覚を見せつけられて、さあどれが本当なのか、本当だよ。今はもしかして演技の教室、どっちが演技なのか、おい、そヨーグルトの入れちゃって、はい、多分配線はね、そう、辛い。おでもだけど飲まないぞ。いや、飲んだ方がいいと思います。いや、飲んだら、なんか次の二口目が、うん、いけないから。おすごい、ポーちゃんとやっぱ違うわ。すいません、普通のカレーじゃないようにしてきて、俺も食べたいカレーで作るよ、どういうことよ。これは普通にいけるよ。え、普通でも牛乳なしで全部。マジで、さすが師匠、見習って。はい、見習お前に言われたくないぞ。無理しなくていいよ。普通のカレーを食べるから、でも本当無理し、鼻には来るね。鼻に来る。てか、カレーもルーなくなるよ。え、ほぼルーしか食べてないやん。え、そんな話をしてたら、おでも米しかないし。米単品の方が辛い。どういうこと？今最後の一口なんかちょっとツンってきた。おお。え、完食。ごめんなさい、私鶏の皮の部分あんまり好き。あ、じゃあポーちゃん鶏皮好きだもんね。ぜひ、うん、ポーちゃん大好物だもん、鶏皮。いや、もうここ切ったら俺も行くしかないよ。なんて、なんて、俺も行くしかないよ。いや、ほぼ一口しかない。ちょっと後で勝手するから絶対。どういうこと。私も鶏のちょっと皮ちょっと苦手。あ、ほんとだ、確かに二人とも本当だ。え、お前食ってないよね。いや、でも俺は鶏皮苦手なの。いや、お前も苦手じゃないか。いた。おお。噛んでる。しっかり噛みしめ、今度こそ噛みしめてる。うん。うん。いや、でも。今ご飯。いや。ご飯。今ご飯。入れてみ。何？すごい。無言で。その野生動物みたいな。辛い。ご飯が辛い。でしょ。ご飯が辛い。あ、じゃあ口の中にまだいるのかな。すみません、スファン先生完食しました。お。そんな横で。素晴らしい。すごい。でもさすが弟子って感じです。やっぱね、うん、根性感じてる、うん、そう、これもうすごいよ。根性です。根性です、ね、結局根性ですね。今まで食べたものの中で一番辛いかもしれないです。しかもこの子カレー苦手なんですよ。あ、カレー自体が。うん、前回もカレー食べてませんでした。そう、無理やりに2回も食ったんだから。申し訳ないわ。ダブルチャレンジだよ。いったーのと行って、マジで痛いよ。今あそこに口内炎がある。こうやって締められてるんだよ。これでやっぱ改めてムイムイさんの凄さを知ったわ。本当です。成長してる気がする。そうですか、師匠が。さすが師匠です。ポイント、だからポーちゃんもね、弟子入りしましょう。いや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 、やっぱ成長できますから。いや、成長したくなり、この前ここに関しては、本当に。ということでね、これはもう完食、完全なる完食、おめでとうございます。イエーイ、うん、あ、見たか、18人カレー、ほら。ちょっと急に喋り出したな。締めにあれ。これだ。これだ、はい、中国のパワーや。もうかかってこい。わかりました。じゃあ次はポーさんもどんどんいけるってことですね。いや、無理です。なんか、ね、カレーは苦手です。じゃあカレー以外のやつをね。カレー NG。 カレー NG です。これのデスソースどっちがやばいんだろうね。デスソース、あー、今デスソース、なんかあったよね、雑ソースみたいな。
雑草っす。あ、なんかあるね。一滴チョンってお箸につけて舐めるだけで、あの、もだえるっていう。いや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 、それいけますか。いやー、一滴ですよ。一滴だったら余裕よ。一滴でいいよ。一滴余裕よ。いた、よし。もう、分かりました。続けても大丈夫だよ。決定ですね。決定です。いよいよ。はい、ザ・ソース決定しました。2人、あの、スケジュール空いてますから。お二人ちょっとスケジュールを後でお願いします。俺その日ちょっと校内無理やり作るわ。年中校内ですから俺は。医者連れてきますから。医者連れてきて、この人校内炎ですかって、いや違いますってもうやりますから。はい、ということで、じゃあまた次回の激辛企画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。